はい、宇多美野です。前回は、あ、そうですね、武田じゃない。北条がね、武田でもあるんです。武田を攻めて、武田に攻められていたんで、その反抗作戦として、この中野城と、辻ヶ崎館を、まあ、取る、というとこまではうまくいったんですが、ちょっと北条家にね、その後一気に攻め込まれるというね、状況になってしまいまして、この富士吉田城にね、めちゃめちゃ兵が集まってきたと。駿府館なんかも攻められて、で、そうこうして、ああ、やっと追っ払った、と思ったら徳川が来るっていうね、状況だったかと思いますので、はい。じゃあまたちょっと内省してきますので、ちょっとお待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあこっちですね、ひとまずは。向こうよりもこっちかな。じゃあやっていきます。さあこっちですね。まあ家康が絶対強いからな。家康をどうにかすることだけ考えようか。ここら辺であれば届くのでは。そうっすね、届いてる感じがする。うん、さてさて、そこまで前に出なくていいよな。うんうん、いいでしょう。そんなに頑張らなくていいのよ、山形さん。これで動いちゃうから、受刑にも。ちょっと待ってくれ。かしこまりました。待ってくれということだ。これはこっちでいいか。あー、もうやだ、勝手に動かないでくれ。本当に承知いたしました。で、山形はこっち、こっち狙ってくれ。家康は順調に追っ払えている。よしよしよし。まあ順調といえば順調ですね。さあ、追っ払ってくれ。承知いたしました。動かないでね。家康はどうだどうだ。まあいいでしょう。よいしょ。少しずつですが。お任せください。動かないでね。この一撃、すべてを込める。どれぐらい？800。また来る。ああ、カズマスが来た。ああ、動かないでくれ、頼むから。頼むから動かないでくれ。待ってくれ、なんで動いた。家康は？あと600。いいんじゃないか。絶対に言うこと聞かないね。あと400か。オッケーオッケー。さあ、一部隊クリア。あと石川数正と家康。
あともう一部隊ぐらいいたよね。お任せください。よいしょ、こっちはあと200。これで決める。さーて、これどうしよっか。山形にこっち来てもらうか。樹形にあっち行ってもらうか。こんなに動いてるからね、山形さん。お任せください。こっちで。決着。よし、これでいいかな。もう逃げるか。お任せください。もう逃げましょうか。承知いたしました。敵が城内に侵入しました。もう一回こっち行こうか。かしこまりました。なんか山形すげえ食らうんだけど。かしこまりました。今この法人で。女に負けて悔しくないのか。家康か。ではいるんですが、山形さんの後ろから支援をしてください。受験にがやられるか。ちょっと厳しい戦いになってきたな。イエスが線切った。お、食らわずにいってる。よしよしよし、いいぞいいぞ。よし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 、家康を追っ払ったぞ。受刑にがやられる。受刑にがやられるので後ろに下がってください。承知いたしました。ちょっと言葉数が結構真剣にやってるんで言葉数が少なくなってしまいますが、お、いいぞいいぞ。また食らう。お、ダメージ食らわなくなった。よし、あと石川させましたか。中之条がすげえ気になるな。どうなってる中之条。入った、入ってるね。よいしょ。戦場に立つには力不足だ。あれ下がってない。戦い。よし。
ここでやっつけられるか。一点失わずにいけるかな。よし、遅い、踏み方遅いわ。大変だった。こっちは来ない。やっと終わったね。あ、こっちはうまくできたと。起乗するぞ。一回帰りましょうか。で、こっから出そうか。じゃあひとまずはこっちから出しますか。よいしょ。疲れた。さっきからもう効果音みたいなことしかやってないけども、ごめんなさい。結構ねガチでやってるんですよ。なかなか家康がつらいですね。さあ戻ってくるかな、おぶさんが。よし、じゃあおぶさん出ますか。出るぞ。どうやって行こうかな。岡部さんはこっちからと。まだ早い。承知いたしました。さあ、こんな感じですかね。こっちからは来ないってことですね。よしよしよし、こんなに、これは秋山さんか。取り憑かれそう。表情を始めます。先月の収支です。ひとまず西は一服かな。よし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 。なんかね、白攻めでダメージ受けるときと受けないときはちょっとよくわからないんですよ。そういうこともあって今すげえ神経をこのね、白攻めで使っちゃったんですけどね。ごめんなさい。結構無言で喋ってたかもしれないですけど。はい。よし、じゃあまたやっていきましょうか。これでようやく本当に一服だろう。ここもやっつけたしと。王城が回復してくるかもしれないけど、まだ大丈夫でしょう。さあ、これ一回そうなるか。こっち側に戦ってほしいんですよね、朝比奈さんには。城が取り囲まれました。朝比奈さんはこっち側でということですね。お任せください。さあこれでいいかな。いたしますぞ。これ三方からの狂気ができたということかな。うん、できてるできてる。よしよし。これで一匹かな。捕らえてでもくれたら嬉しいんだが。よし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 。
こっち側はどうなってる？信玄が戦っていると。ここまで行こうとしてんの武田やるね。これ何これ。ああ、一回ここ通ったのか。はあ、こっちはこっちですごい戦っている。うわあ、なんか織田がすごいことになりそうな感じですね。まあ、ひとまず我々はこっちで今できることをしましょう。さあ、追っ払えるでしょう。皆さん、無理はいけませんよ。お、松平信康捕らえました。捕らえた、信康を。ご命令を報告いたします。先月の終始です。信康捕らえたの大きいんじゃないか。うん、仮にですよ、仮に。おそらくですけど、これ信康と、信康の信長の、娘とですね、信康が確か婚姻してるんですよね。どこだっけ。あれ、こっちじゃない？ここら辺信康いんのかな。あー、今捕虜になってるから見えないのか。で、それで婚姻関係になってるんで、仮に、初段をしたらですよ、信康を。これ、婚姻同盟が切れるんじゃないか、もしかしたら。ちょっとわかんないですけどね、やってみないとわからないですけど。でも、この動画が、吉信様をね、担ぎ上げる動画なんで、ちょっと同じ境遇の信康さんは初段はしたくないんですが、初段してみましょうか。ちょっとどうなるか私もやったことないんでちょっとやってみましょうかね。はい、じゃあやっていきましょう。加勢しよう。これで追っ払えるかな。皆さん、無理はいけませんよ。よし、起乗します。あー、ちゃんとした音楽になった。ようやくちゃんとした音楽になりましたね。あー、北条から攻められね、その前には武田から攻められで、こっちの方も徳川から攻められたと。あー、なかなか辛かった。胃が痛い。ちょっとここの連絡も良くするか、次のターンに。ほら、これ婚姻同盟結ばれてるじゃないですか。これ切りますか、信康。ごめんなさい、信康、申し訳ない。さようなら。さあ、どうなるどうなる。来月ぐらいから婚姻同盟が切れるか。信康を昇段したぞ。切れないのかな、もしかしたら。永久の同盟になるだけかな。ちょっとやってみたかったんですけどね。信康初段でどうなりましたか。これは行くべきなのかな。今一段落ついてからでいいよね。一段落ついてから攻めるにしても、上原城を攻めるにしてもですね。あー、ちょっと待って、でも、あー、どうしようか。あー、どうしようか。もうちょっとですね。もうちょっとだけ待ちましょうか。もうちょっとしたら行っていいかもしれないですね、確かに。ちょっと出しておくか、ここから。山形さんぐらいは出しておいても。
いいかな。戦場へ参る。この辺りで。敵が我が領内に向かっております。今度は武田か。どうぞどうぞ。ここら辺で攻撃しちゃうか。そうですね。この辺りでこう攻撃しちゃいましょう。来るね。まだまだ来る。表情を始めます。まだまだ意外痛い状態が続きますが、ほら、織田と停戦になってる。ほら、来たんじゃないですか。これは家康と織田が戦う未来が。うわー、気持ち悪。どんな大名行列だよと。すごいっすね。なかなか。これどうなった？あ、戻る戻る。じゃあ、武田攻め時ですね。中之条来るんだけども、どうしましょうか。こっちから行こうか。じゃあ、吉信様にも出てもらいましょうか。そうすると、力も出る必要がありそうですかね。そうですね。じゃあまた内省していきまーす。はい、じゃあやっていきまーす。ここら辺で攻撃したいね。ここか。はい、じゃあやっていきましょう。早すぎたかな、動くのが。さあ、こっちも出ましょうか。出陣するぞ。ここで攻撃する。ちょっと遅。は。戻った。うわー、ちびりやがって。なんだよ。マジっすか？だったら行こうか、こっちも。じゃあこっち帰りますよ。じゃあ岡部さんで行きますわ。岡部さんはまっすぐでいいか。で、山形が、こうやって回り込みましょう。ここは？うん、3個。よし。道整備がね、3つの場合はね、1個、2部隊が攻撃できたりするんで、このまま行きましょうか。はい。よし。
また反撃の機会が訪れたってことですね。うわ、うわ、道が狭い、道が狭いね。ついに武田攻めですよ。かしこまりました。あー、人称だ。怖っ。ここも人称ですか？ここは人称はないね。よしよしよし、ちょっとここ一回待ちましょう。え、ちょっと待って、おぶさん何してるんですか？うわー、一発食らっちゃった。表情を始めます。報告いたします、報告いたします。こっちに秋山さんが出てきたと。これは本田忠勝が守りに行くと。なるほどなるほど、はい。といったところで今回は終わりにしましょうかね。徳川と織田がもしかしたら同盟が切れる可能性がありますので、そしたら織田が徳川を飲み込むという図式にしか見えないんですけどね。この行列がすごいな、本当に。どん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 こっちにもね、進出してくる可能性もありますから。どうなるもんかという感じなんですが、じゃあまずね、今回はこれぐらいにしときまして、武田勢は次、どれぐらい行くかですね。はい。なるべくここら辺まで取りたいんですが、そこまでは無理かな。また北条が、兵数が回復してきてるから、またこっち攻めてくるんじゃないですかね。っていう感じのところで今回はこれまでですね。はい。じゃあまた興味ある方はまた続きご覧になっていただければと思いますので。またカミカミですね。はい。じゃあそれではありがとうございました。それではまたねー。